にして速攻で黒くする。胸のエンジンに火をつけろ。というわけでアクションです。今からブリーチを使って髪を金髪にします。そしてこちらのクイスクイスデビルズトリックで一気に髪を黒くしたいと思います。このデビルズトリック、髪が傷んでれば傷んでるほど効果が高いという1週間だけのヘアカラーです。なので金髪にした直後っていうのはめちゃめちゃ髪が傷んでるだろうと思いまして、これを使ったらめちゃめちゃ色が入るだろうと期待しております。早速やってみましょう。まあ以前にも金髪の時にこれ使ったことがあるんですよ。でもその時あんまり色が入んなかった。それは多分金髪にしてからちょっと時間が経ってたんで、髪がだいぶ回復してたんじゃないかと思うんですね。ですが金髪にした直後だったらめちゃめちゃ傷んでると思うのでね、いっぱい色が入るはず。まずは金髪にしましょう。はい、準備万端、始めましょう。使うブリーチはフレッシュライトメガメガブリーチ。いろいろ調べた結果、これがそこら辺で買えるブリーチの中で一番金髪にするパワーが強そうだったんでね、選びました。ちょっとこの顔は怖いですね。増田セバスチャンという方のデザインのようです。セバスチャン、はい。ちゃんと閉まってなかった。何回やっても臭いなこれ。あー、もう頭皮がピリピリしてる。いってこんなもんでいいかな。ラップ、放置。洗い流してきます。スーパーサイヤ人化しました。確かに以前使ったギャッツビーよりも金髪度合いが強い気がしますね。さあ髪が金髪になってギシギシにもなりました。ここでデビルズトリック始めましょう。はい、そんな無意味なことをする人が一体どこにいるんでしょう。ここです。よっと、相変わらず絵の具のようですね。あー、はい。金髪だった時間およそ5分。もう一袋いっておきましょう。あ、よし、じゃあ5分くらいしたら洗い流してきます。アツン TV。 さあ結果でございます。こちら、うわん、めちゃめちゃ色が入るんだろうと期待しております。いっぱい色が入る、はい、中途半端。でもね、以前使った時に比べたらめっちゃ色入ってるんですよ。やっぱりね、傷んでる時の方がガッツリ色が入る。まあガッツリは入んなかったけど。そんなわけで金髪にした直後にデビルズトリックを使うと、ちょっと色が入る。デビルズトリックのトリートメント効果で髪はサラサラになりました。それではまた次回お会いしましょう。 See you next time. バイバイ。